あるんですね。ここでを決めておこうということですね。あ、出て、まあ、1目を取ろうではなく、白4の十。切りを入れてということですね。先ほど外側を押さえる図ですと、黒が今出たところに白がまあつなぐ展開。はい、もしくはなんか切ってくるなんてもありましたか？ちょっとやりにくいですけど。まあ、こちらの方がいいというふうに言ってますね。黒は形を決めた方が良いと判断白して。4の十二取り。黒7の十一。まあ、でも出られたら出ようと考えていたのか、このあたりほぼ黒ノータイムで。そうですね。まあ、黒としては、進んでますね。こういう進行を予想してたんでしょうね。2目つないで断点を狙うのか。なるほど。そこを抜かれてしまうと、外側の断点というのは、はい、なくなっちゃいますからね。つなぎはい、でそうで打すちまね。した。ここは種石という判断ですね。白4の十一、次。逆に黒もそこつないで黒くれ7るのな10、ら、次。熱くなるよっていうこととでいすうかこらね。となんでしょうか。現在つないだところですね。例えばこう当たりして、こう打てばもう絶対もうここ鉄に壁1がのあり一ま手しですて、よこれね。も取れますので、絶対生きてるんですけども、これだと、まあ黒は手を抜いて、どこか、どこでしょうね。まあこの辺りに向かわれ確て、かになんかつながってきそうにも見えはてい、きま結す構いいね。模様が出来上がるんですよね。で、例えば他に、こういうふうに打てば、まあ白は簡単に生きることできるんですけども、そうすると、後で切っても、もう2目多分もういらないですね、こうなると。もう生きてる石からこはのい。2目取られたところで。取られちゃうので、なので今切ったらどうかなとちょっと思ったんですね。これがないときに。なるほど。何も打たず、今、切りですで、もと。し今助けて、まあこう打てば、さっきのこう生き方よりもだいぶいいそう生きです方ね。ですか出ね。て取るっていう話もあったぐらいではすい。もんね。今でもこっちなんですかね。どうなんですかね。ああ。例えばこれでもし逃げてくれれば、逃げたら。まあ、例えば伸びて、もう白黒、7の十五。なんでしょう。勢い取りに行ったりはできないですか？そ れはこの辺りに打てば、これはつながないと取られちゃいそうで出すけて、ど。切っていく手が、これはちょっと黒の方が大変そうですかね。逃げ出せないですはか？い、ダメ詰まってますからね。ただまあ、今度はこちらに何か覗きに対して、どう打つんでしょうね。例えばこの辺に打たれて、なんか石取れそうですけれどでも。すけど、なんかこれだと切った甲斐があったかどうかって言あわれれちゃう可能ば性がこんな風に逃げ て。はい、あるので、まあ、切りを入れて、切りだけ打ってこっちに打つとか、あ、先手が大きいと見るはい。ならそういったことも考えられると。でも手を抜く手もありますかね、やっぱり。こう、どこかに手を抜いて、こことこが見合いですはよい。と。この辺りに打って、ここなら跳ねていけばいきますし、こう打てば、まあ、単でも大丈夫ですかね。生きることができるので、まあ、手を抜くのが一番自然ですかね。あんまりガチャガチャやっていっても、あんまり特殊な気がするんですけどね。実あ、際でもすぐ結やり構ましたガチャね。ガチャいきそうな。来ましたね、ここから。かなり、これでもは、抑えさせて、はい。こういうことのはずないですもんね。そうですね。内側ではないですね、多分。まあ、こういう手はあるんですけど。あ、先手取りたいっていうことですか？例えば引きだっはい。たら、一応先手で攻完め全てにる来まと。したね。か、もしくは、まあ、このなん辺りか、がちょっと気に来なりるんまですしょうね。か？そうですよね。そういった手考えているのか。はい。ワクワただ、クまあ、し引ますかけれれども。て、こちら何か打たないといけないですそうかですね。ね。ただ、こあ、れはでも一目取られ真んちゃうの中、そうで、ですね。取られちゃってます。ツケは抑えに、先手取ろうということなのなんでかしすごょういいい手があるんですかね。これで先手を取ろうってことなんですかね。先ほど例えばこういう手ですと、はい。後手になってしまうのがそうですね。これ手嫌をだ抜いと。て、例えば、まあ、どこでもいいですけど、後から打っても、まあなんか軽く全部捨てられちゃうのもうこで、の石とかもはい。別にいらないよと。こう打っておくと、これは手を抜きづらいですそうかですね。ね、大きそうで跳ね出しす。て破れますからね。なので先手が取りたいんですか。なるほど。ちょっと、まあ、黒は固めるけれど先手がとにかく大きいと。はい。気がつきにくいところですけども。多分、破ろうというよりは、先手を先取手ろうをという取ころうとだと。と。なんか先行逃げ切り体制
に入りましたね、打ち方ですかね、これは、はい、厚みをどれぐらい評価するかっていう判断で、はい、本当に人それぞれで割れるところでもあると言いますか、ね、難しいですよね、囲碁において厚みの判断というのは。実利はね、あの目数決まってますから、そうですよね、数えればなんとなく、ね、はい、分かるんですけれど、厚みが後々どう働くかとかって本当に分からなくて、はい、はい、実戦は引きを選びました。これは先手が大きいのではという、まあ1目取ったら今度は手を抜きますよということですね、うん。白15の2。黒14の13。白14の12。星。全然違うところでした。そういう感じなんですね。なるほど。黒18の11。1本でツケですか。今こう桂馬にして、はい、まあ、伸びた時に手を抜いて桂馬にしてカードで出てきましたね、はい、これまあ出てこられて、例えば普通に伸びちゃうとこう出られて、これはこれ切りが効いてますか、はい、と思いきや、ただ抜き打たれちゃうので、はい、切れちゃいますよね。気が活かせませんでした、はい、ですが、まあ、例えば、まあ、押さえておいても、まあ、飛びどっちなんですかね、まあ、飛びにしましょうか、うん、伸びた時に、あ、今度は使えそうですか、はい、これが切って、はい、つなぎなど打っておけば、まあ、出られてもこっちがね逆に取られちゃいますので、はい、さっきねこの辺り白の方が強かったですからね、まあ、で、まあ、ではなんとかなりますよっていう手なんですね、はい、で押していきましたけど、まあ、普通は伸びがまず、はい、こう打った人はね、はい、気になります。でこうどんどん押された時にこの黒があまり働かないですね。お、目の前に厚みが、はい、白がいますので、はい、ますね、でこう来るとこの厚みがちょっと消えちゃうので、うん、そうですね、白はしかも強くなるばかりで、はい、嬉しい展開に、例えば押しぐらいに変わってこの展開がちょっと不安だと、はい、ここに石を持ってきたくないということでね、はい、実戦はここでこう先に来ました。例えばこれがつながっているとするとこの効果しなくてもいいので、はい、その方がやっぱり厚みがまだ働きますよっていう、うん、1個取られました、取りました、すみません、あ、失礼しました失礼しました。で後に例えばこちらから打ってこう跳ねさせてまた跳ね返してこの切りを狙いながら打つような打ち方の方が、ここがつながっていればこういう打ち方ができるので先につながっておこうという手なんですけども、はい、問題はこの跳ね出しですよね。そうですね、白もこうそう簡単につながらせてくれないんじゃないかという形に見えるんですが、切っておいて、はい、取りまして、当たりしておいて、で出ますと、これはちょっと続けられない、ここは切れないですよね、はい、切ってもこう打たれて黒が待ってるので取られちゃいますね。なので切るならこっちですけども、やっぱり一緒に出てこられるとここは切れないうちはなかなか、はい、また押さえる手もありますからね。そうですね、もう一手右辺に必要ですから、例えばこういうふうに打てばつながりますけども、これはあんまり白がやってないですね。黒が厚くなりますからね。はい、見えます。なのでこっちを跳ね出す手が今やってきましたね。はい、実戦もいきましたね。下側から、はい、これがどうなってるかですね、はい、で切って切これ跳ね出したってことは当然抱えですか。一応引く手もなくはないんですよ。そうか、なるほど、こう打ってここがつながってるんですね、はい、まあ、すぐつながるか分かんないし、こういうふうに打つ手もつながらせて手もありますし、引く手もありますし、取ったらどうなるかちょっと知っておきたいですね。はい、それも気になりますね。でこう打ってつないで切りなら切りますね。はい、で白は抱えぐらいですか。でこうつながることができれば、これはこの黒が結構薄そうに見えますね。結構ダメも詰まっていて、はい、大丈夫なのかなという形にも見えますが、となるとこっちですか。はいはい、でこうつないで、これ何が起きたんでしょうか。でもあんまりこれは黒が嬉しくない気がしますかね、こう打たれて。またこの効果も どうなんでしょう。よく分からない。あんまり黒は得じゃないかもしれないですね。はい、でこうなるといつでもこうつながれますし、ここは出て間も嬉しくない気がするので。黒こういうプランじゃないかなという感じもしますか。やっぱり切っていく感じですかね。切って。あ、失礼しました。切って。
切りに打って、まあ、これが耐えてますよということなんでしょうか。これで取られたりしないですよね。大丈夫ですよね。これまあこう打って一応こう一生懸命打てば、はい、ですけどこうピタピタ打たれるとこれはなんかまとめて取られちゃうので、生きるとかじゃなくても攻め合いがまずいですね、はい、まずいので、はい、つなぎとかで耐えれますかね。あ、でも白も行きましたね。取りで黒は16の11。白はこう行きたいですね、はい、ここで黒切るんでしょうか。まあそうですね、切らないとですね。で白も多分切りますね。ここまではあ、ここで押すでもゼロではない。あ、でも切りました。そうですね、切りますよね。白16の12。ここですね。はい。ここでですよね。黒15の9。そうですね。これなら穏やかです。これならどうにかなりますか。これですらちょっと。まあ、2目は場合によっては捨ててもこの当たりを打てるので。なるほど。上辺先に得してるので。はい、これ1目取ってここが大きくなってるので。例えば軽めに打ってこういったなら、まあ、2目捨てておいてどっか先着すると。この得があるので多少ここは荒れてもいいですよって打ち方ですね。さすがにこの2目を助けながら全部助けようとするのはちょっと欲張りさんですかね。いやでもあの一力さん欲張りですからね頑張れるものは全部頑張る方なんですけど、はい、こう言ってもなくはないかな。この辺の効きが、はい、効きがあるので例えばこう打って、はい、孤独ですか。はい、もう打ってたらちょっと打ってたら怖すぎるんですけど、うん、ちょっとダメが詰まってるのが怖いですよね。逃げようとも逃げれてますかかもしれないので、こういう手もあるかもしれないですし、考えはするかもしれないですかね、はい、お割り込みでいきましたね。白17の14。今こちらに行きましたね、はい。まあ、こう打てばこう当たりして、でまあ何かこう下がりぐらいですかね、はい。で回り込んで出てこう打って抜きぐらいになれば、こう打っておいて、まあ、何か打てばこの状態が、はい、これこっちでいいのか。これで取れますね。あら、失礼しました。これはあの黒勝てますね、はい。ただこうピタッと止まるので、うんうんうん、こういう手も捨てる打ち方ですね。その代わりすごい全部効くという打ち方もあるんですけど、はい、実戦は割り込んでいきましたね、はい。で抑える、復習としてはこう抑えるとこう打って跳ねられた形はおそらくこうなってこう進んでもこう打たれて、これはこうにもならない。そうですね、6の4。黒が負けてしまうんですよね、はい。なので押さえは無理ですね、うん。で打つなら当たりを決めて出ぐらいですか、はい。で押さえて当ててこうやって、これ確か切れないっていう話でしたね、さっきね。はい、ここが破れてしまいますという。逃げても、出て、押さえても、そうですね、これで両当たりになっちゃうので、はい、うまくいかないですよね。なので、白は、まあ、当てぐらいですか。で、つないで、下がっていけば、でもこれも失礼しました。こう打って取れば黒が勝ってますかね。集めてもこっちに来てくれないですね。こっちから打てば勝てますよね。勝ってます。なのであれかな、でこうつなぎを今こうなってましたね。こう打ってこうやってこう打ってどういうことなんですかね、これ。まあ、でも、まあ、こう、どういうことですかね、はい。こうやってこうやって押さえて、うん、まあ、この辺りで手を抜いておくということですね、はい。一応こういうこの粘りがあるので、例えばこう打ってこう打たせてから詰めていけばちょっと遠いですが、
まあ、に日程要請校、日程要請二段校っていうのか一定要請二段校っていうのか分かんないですけど、はい、まああの結構狙いとしてはあるので、うんうん、簡単には取れないですね、はい、なのででも今白は、あ、黒は手を抜きましたね。はい、実際割り込みにこちらに高いかかりを選びましたね、はい、動き出しちゃうと止まんなくなっちゃうので、うん、まずはあっちに打って、例えば受けてもらえればそれだけで少し利かしの意味があるんですよね。確かにこう上と左の空間なら真ん中の方が発展性がありそうに見えます、はい、白は打つならこっちに、こっちじゃなくてこっちに打ちたいので、うん、なのでまあ受けてくれれば利かしですし、まあ、手を抜いて例えばこの辺りに打てばおそらく取れるんですけども、うん、とあっちをどこかに連打、どこで連打するかもなんか難しそうですね。それは難しいですね。ただこの辺りが効いてる意味がちょっとあるんですよね。こっちの下に例えばこれぐらいに、はい、なってると見ると、はい、例えば3-3とか、あの両上がりとかよりも、はい、厳しい手があるかもしれないと、はい、まあ、厚いですからね、うんうん、でこの辺りの模様で打てるということですね。なのでまあ今黒がかかったところで、あれまたじゃあ白が悩ましい、そうですね、手を入れるのか、はい、味はいいですが、ということで受けて、はい、黒はコスミでもう2人とも右下しばらくほっときますという味があるぐらいの感じですね、はいはい、なるほど実際この手でもまあ特に評価値が動くことはしなかったと、はい、すごいですね。でも取る選択捨てる選択どれもあってどれもいい勝負っていうのも珍しいですよね。間違いのパターンがなさそうな、はい、まあ、渡りがもしかしたら間違いだったかもしれない。確かにそうです、渡りだけちょっとまだ分かんないんですけど、ね、答えが分かんないんですが、はい、黒が中央突破を目指さないパターンで、まあ、今こう打ってこの目を奪ったので行きましたね、はい、ました。これで白は行きました、はい、実際はこちらだったんですけれども、はい、こいつなら当たりして出て、はい、黒6の6、こう打っておけばね、うんうん、これはダメ詰めることになりそうで、はい、でこう打っておけばもし外に打てば、はい、飛んでこれは勝てます、うん、なんで白としてはここでこういう狙いは残しておいて手を抜くんでしょうか、はい、まあ、一応こう打てば、はい、で当てると、うん、はい、一応こうではあるんですけどちょっと寄せこうになっちゃうので、うん、ちょっと遠いのでタイミングが今じゃないかもというところですか、はい、なのでおそらくここで手を抜くことにこうでしたかね、うん、あ、はい、はい、なるんですけど、まあ、分的に一応黒が有利な状況にはできるんですね、はい、ただ白が厚くなると、うん、でこの黒としてはこういう手や例えばなんか他にすいませんこちらからこう打って捨てる展開もありますし、さっきみたいにこうコウが強くなるともしかすると全部逃げ出してこの1回が取れるんであればと、はい、こともあるのでとりあえずこう打って、まあ、味が残ってるということですね。白たちはこう打てばすっきりつながりますし、そっかそっか、こう打てば、まあ、捨てる展開なんですけど、うん、これはその両方のいいとこ取りをしてるとも言えますし、逆に言うと黒にも選択肢が生まれてるの で、ねうんまあ、難しいところですね、はい、黒も捨てる、こうに行く、どっちの選択肢も選べる状態に、はい、なっています、ね、で黒はこっちに打って、まあ、なのでここは味が残ってるぐらいの感覚で、なるほど、まあ、黒としてもいろいろこのあたり形が決まってから自分にとって一番都合のいい手を選びたいと、ね、陣地を取りに行くのか、はい、中央を取りに行くのかっていう、確かにまあこの辺が大きいと見たらわざわざこうそうですね、この辺から跳ねたりとかもありますからね、はいはい、なのでまあそんな大きく形勢が動いてるってことはなさそうですね、はい、覗く手などは、はい、受けになりそう、いや受けにならないでしょう、ね、ならなそうですか、受けになるなら打ってから考えるんですけど、おそらく何か反発されてしまう、はい、となると簡単には打てないですね、うん、そうなんですよ、またそれもだいたい受けになるかなだったら一旦覗いておくかってちょっと思ったんですけど、はい、これは消しの中でもかなり安全策そうですね、と言いますか、僕はあの、はい、厚みの方が好きなので、うん、黒の方が持ってみたいですかね。やっぱり左上とかそのあたりは厚みを生かして黒がこう楽しみが残っているような、はい、まあ、なんか楽しみが残っているよりも白が薄いのが心配なんですよね。あ、なるほどなるほど何が飛んでくるかわからないという、そうかそうか、狙いたいとかじゃなくて薄いのが嫌なんですね、はい消去法で、うんうんうん、あ、でも当てていきましたね、はい、いきました。これはここからはパタパタと手が進みそうですね、はい、ここ数手は本当に兆候が、白19の11取り、
くから黒16の13おそらく取り切りに行くのではないかと思われます。白15の13そうですね、ここはやっぱりつながないと、はい、さっきの我々の研究成果が、ね、バタバタと、はいはい、あれはまずかったですからね。やはり下辺の切りの利きが偉大ですかね。そうですね、一力棋聖今席を立つ時に手からパタッとこう、はい、若干 AI 先生で隠れてるかもしれないんですけど今目の前に置かれたので扇子を持っていらっしゃったのかな。あ、そんな気がしますね、はい、ちょっと大盤でやってみましょうか。お願いします、はい、今出てこうやるとさっきはね、あの木部さんと研究した研究、ね、の成果が、はい、黒もまずかったですからね。こう打って白としてはこう出れば黒が下がることになって、はい、攻め合い時代はちょっと白の方が苦しいんですけども厚みができると、はい、まだちょっとコウの粘りもありますし、まあ、ここでまたちょっとこれ次の手は全然わかんないんですけど、はい、岡へ向かうという、はい、で選択肢としては一応こう打てばこの白生きるんですね、はい、こう打てば生きることができます。ただ黒も取ればおそらくここに白は来たんですけども、例えば押しですかね、押しとかですか。これは膨らむと出られちゃって、はい、これはこの切り抜き気が切り抜きちゃうのでこう打つと切られて、これどっちもシチョウにならないですよね。そうですね、当たりになってしまいます、はい、なのでまずいんですが、押しに対してつないでおけばなんかこれでね捕まりそうなんですが、はい、付け越されますと出たいですね。これは切って、はい、当たりして3目取られちゃいますから、うん、おそらくつながれた時に、まあ、結局はこういうことですからね。こうなってると見ると、はい、この状態で止める手はちょっと難しいですかね。桂馬以外の手もちょっとなさそうな、こう言ってもやっぱりつけられて、うん、いつまでたっても割り込めないですよね。こう打っても切られて、はい、つなぐと、ね、両方両当たりになっちゃうので、はい、ということで、ただまあ飛びに対して止めるのではなくこういうふうに当たりして出ていけますが、はい、こういうふうに逃がして打つという打ち方も、うん、ここに石が来たので、まあ、例えばこうとかで、はい、可能性はあるんですけど、まあ、でも真っ黒ですからね、ちょっと一応余裕ありそうとはいえ、はい、目があるわけではまだない、ね、一応地としては取られなずに済むんですけども、得するかなっていうことがあるので、これもまた判断が難しそうですね、はい、これがどれくらい攻められるのかというのも。そうなんですよ、なので今逃がして打つのか捨てて打つのかを島野さんは考えてますね。今、こういう場面ですかね、はい、こういうところで繋いだところですね、はい、こちらにするかこちらにするか、うんうん、あともしくは例えばこの辺で一回飛んでみるとかね。あ、どちらの可能性も残した状態 で逃げ出しをちょっと、うんうんうん、この辺り効いてくると受けてもらえなくなるので、そっか、全部こう石が来た後だと攻め合いが効、はい、かなくなる可能性あるので、先にちょっとこう次逃げ出すと、例えばこういうふうに変われば引かしと見て捨てやすくなりますか、はい、かもしれない、うん、かもしれない、はい、あの一応このあたりの効きもゼロではないので、そっか、そうなんですよ、この飛びとかで安直に決めていいのかも難しいですよね、ちょっと悩ましいですね、はい、例えば出て下がりに対して、はい、このあたりに打つ方がより効果的な可能性もあるので、ここはやっぱ難しいですね。なるほど、そのあたりを今島野さんは考えてるんじゃないかなと思います、はい、捨てるなら一本道かと思いきや、その後の利かし方というのがまたちょっと悩ましい形してるんですね、はい、この形は。あ、引きになりましたね、引きに行きましたね、はい、白18の9これはバラバラ作戦ということでしょうか。黒18の8、はい、白19の9寄せというよりは黒はまた攻めでもう一ポイント上げたいなという、はい、戦いになりそうな、はい、切りから少し前に今日の子は小石が取られたりとかないですかねとか言ったのがもう、はい、また攻める石の標的が、ね、これはどっちかが死ぬこともねありますからね。例えば普通に打てば
大丈夫なところで待ち合いの関係で頑張ってとか、そういったことも展開としてはありえますので、また新たな勝負どころですね。これはそうですね、真ん中が。やはり中央をしっかり強くできるように当てから打ちました。単に押しだとこう伸びじゃない可能性がちょっとあるんですか、ね、そうですね。一目抱えられたりすると、はい、切りを打つタイミングがなくなる可能性があるんですけども、はい、ここは決めましたね。黒14の16切り。白15の16取り。黒13の15。では一つ逃げ出しをしました。白12の16。どこまで踏ん張るか結構悩ましいところですか。黒12の15。そうですね。欲しい。白14の14。ただこの気が効いてるなら結構目は厚く見えるんですけど、どうなんでしょうか。真ん中の白の。そうですね、黒がここでつなぐのか、あ、そうか、当て込みでも打てるんですよ。これどっちですかね。あ、やっぱりそっちですかね、はい、目を狙ってますね。地合いとしてはやっぱ白の方がリードしてるので。そうですよね、目に見える地は結構やっぱり白が多いように見えるので、この83っていうのはそんなに分かりやすくない。はい、今日の白をうまく攻めて、そうですよね、寄りつかないといけないということですね。あ、一目抱えましたね。やはり利きをなくしたい。白12の17。ここは黒はいくつか選択肢がありそうですか。伸びきれば分かりやすいですね。はい、一番手堅く手厚い形にも見えます。ここは黒もまた結構時間を使うか使わないですね。跳ねてきましたね。跳ねて黒11の16跳ね。白11の17曲がり。いやでもなんかこの88っていう数字がさっきから私は結構不思議に思えて、はい、そんなにって思っちゃうんですけど、いや確かに打ってたらそんなに打ちやすいかなと思う可能性はありますけど、これはだいぶいいなとは思えないこうですね。結構90ぐらいですとあの人間でもあこっちがいいのかなって分かりやすく感じ取れるというパターンも多いんじゃないかなと思うんですが、実際も二段バレで上切りは耐えてますよという主張ですね。はい、今こう曲げた時に押さえてきましたね。次下がりがあるんですけど、ここに打つとちょっとね激しいことになるんですね。こう押さえると、これが今もしこうだったら全然何も心配いらないですよね。こうなってるので若干こう打った時にこう打って、ダメがもう一瞬で詰まります。こうの味が取りがあるので、ここで一回取れるというのは大きいですね。はい、で後ろからのコウ立てがおそらくないんですよね。この抜きが大きすぎるのと、もうこの2目は生きちゃってるのであんまり大したことないですけど、例えばこういう連打ですと、はい、取られてこっちの方が大きいですからね。なので大丈夫なんですね。怖いところですが大丈夫、はい、耐えてるんですね。なので今は下跳ねましたかね。下跳ねましたね、はい、ここに跳ねてつないで、でこの伸びがものすごく大きいな手なんですよ。打ちたいですね、はい、目をつぶってでも伸びたいただ次黒が打てるので、はい、例えばこうとか、まあ、このあたりとか打たれちゃうので結構真ん中大きいですよね。黒としてはでもこう打つことによってここに打たせたいんですね。確かに例えば単に伸びですと、はい、こっちに打たれちゃうので、迷うことなく中央に打ちそうです、はい、ちょっとやっぱこれ利かしということで、まあ、次下がってこう押さえて大きいので、ここ大きいですよ、でもこっちも大きいですよっていう風に言ってるんですよね、はい、これが二段バネの効果、ね、そうですね。今柴野さんが考えてますね、うん、はい、は
真ん中に打ちました。ノゾキを決めましたね。白11の14。